いかいかい。おはようございます。おはよう、おはよう、おはよう、おはようございます。おはようございますおはようございます。おはようございます。おはよう、おはようございます。るおはようございます。暑っ、今日も一段と暑い。髪の毛が電波を受信しとるわ。またおはようございます。シンボリーワンダーさん、だるまありがとうございます。おはようございます。今からお出かけ、なんで？イリコンさん、なんでなんで？おはようございます。おはよう。あ、中人さんお久しぶりです。おはようございます。おはようございます。こうだ、こうだ。うん、待って。え、こうだ。あ、なんで、なんでなんで、こうだ。オッケー。おはよう、おはようございます。マー君さん、ハートタクさん、ありがとうございます。ありがとうございます。岡山から見てます。なおさん、ありがとうございます。ありがとう。ちょっとコメントが流れちゃった。おはようございます。風邪治りましたよ。ありがとうございます。今日ブドウマイメロディーさん、ないですないですご飯食べましたよ。ご飯食べました。今日クロッキー、クロッキーだっておはようグルトおはようございます。見て、ここにいるんですよ。さっきいるからね、ちゃんと。おはようございます。岡山の隣の隣から見てます。山口か、山口か兵庫だ。違う、山口か兵庫だ。始まる、イエーイ。あさって握手会行きます。ありがとうございます。皆さん、あさって握手会ですよ。準備 OK？ なんかこうか。今日も笑顔で元気にファイト。ありがとうございます。違う、嘘。今日も可愛い。さっきありがとう、みっちーさん。今日はすっきりしてる。本当？うん嬉しい。菅原、菅原嬉しいぞ。デコさん、おはようございます。しばらくお仕事なのね。今日はよさこいの初日？よさこい？よさこい？幕張ですよ。明日から幕張ですよ。皆さん聞いてますか？明日じゃない、明日じゃない、明日じゃない、明日じゃない。11日、11日、9、10、11。2
2日後に幕張ですよ、皆さん知ってますか？幕張だよ。岡山の隣の県、甲子園より見てるよ。甲子園見てるんですか？んー、サキライオンどこへ？サキライオンちょっとね、今日休憩中休憩中なの。あ、おはようございます。餃子ライスさん、お久しぶりです。おはようございます。ファジマルおりますぞ。ファジマルいるよ。ファジマル、ここなんかついてる。倒れてこないで。ウサッキーもいるよ。ウサッキーも、ウサッキーもいるから。願い事の持ち腐れ。朝から可愛い、ありがとうございます。ドキドキくんさん、おはようございます。ウラジのブログ見ましたか？イエーイ、ありがとうございます。かゆい、おはようございます。ウサッキーいるよ。夏休みなの早起き。なんかね、昨日10時半ぐらいには寝てて、10時半ぐらいには寝てて、起きたら6時20分ぐらいだったの。だからすごい自分、 なんて言うんだろうなんて言うの、なんか最近目覚ましがなくても起きれるようになった。素晴らしい成長でございます。今日はクリちゃんいないの？クリちゃんいない。クリちゃんさっきまでここら辺におったけどね。うさっきちゃうわ、マイメロディーさんちゃうわ。うさっきとさっきライオンは仲がいいの？うん、仲がいい、仲いいけど連れてこなかったね。あ、倒れないで。うん、オッケー。すごい大人になったの。昨日あゆかさん15分だけしてたんだ。見てないんですよ、もう寝てて寝てて。初見さんじゃないよまた県のね、あの勉強は明日からやっていこうかなと思っております。今日はコメント読もうかなと。なんかカマチョ、え、どうしたの急に。何、しっかりして。うん、今日はコメントを読もうかなと、目に入ったコメントを読もうかなと思います。ゴロくんさん、おはようございます。なんだって、今日もあやかちゃんの代わり、あ、さきちゃんの代わりに見てます。お、マイメロディーさんとさきさんは友達なのか。ねえ、眠いんかもしれん。寄り添られた、もたれられたわ。どうしよう、かまってもほしいんや。どうしたんだい、チュンチュン。生きてたらいいのにな。あれ、コメントが流れた、流れてないな。うん、阿波踊り見に行くけど、さっき出ないね。阿波踊り、阿波踊り、阿波踊りってどうやって踊るの？お、勝彦さん、おはよう。一等の金魚のアバター、人魚か、人魚のアバター、これ一等なんだ、かわいい。これ一等のやつなんだ。へー、初めて知った。さっきね、あんまりアバターを持ってないんですよ。欲しいけども、欲しいけども持ってないんですよ。おはようございます、水しーさん、おはようございます。9月のそうよ風。なんだって、ぴゃー、何ぴゃーってぴゃーって何ぴゃー。リコ兄さん、今日も美人ありがとうございます。ぴゃぴゃぴゃ。 STU が、あ、そうなんだ。
STU が阿波踊り踊るの？阿波踊りってどうやって踊る？なーちゃんおしさんおはようございます。あ、違った、なーちゃんだった。なーちゃんおはよう。イゴールさん二頭がサーファー。ああそうなんだ。あのちょっと水をこうピャーってやってるマイメロディーさんのあれですよね、アバターですよね。大人っぽい服装、アドルさんありがとうございます。透けてるのわかる？透けてるのほら後ろに透けてるの。9月のそういう風うんさっきが寝てる間にウサッキーたちは動いてるんだよ。そうよ、動いてるよ。実は今も持たれてきたもん。宿題やってないです。やっておりません、やっておりませぬ。 No 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 No。 ご飯食べましたよ。ご飯は食パン2枚焼いて半分に切ってジャムとチーズ食べました。ジャムとチーズが塗ってあるのと乗ってあるのを食べました。ずるずるずってずるずるスケスケ、今日スケスケなんですけど、え、めっちゃ透けてる、おもろ。スケスケスケコスケスガ菅原スケオスケオスケコ早く終わらせよう。無理、宿題無理無理無理、もうやだ。勝彦さん仕事行ってらっしゃい、行ってらっしゃい。シャイシャイ、宿題しません、配信もします。配信がしたいです。宿題やってないと15日過ぎたらめっちゃブルーになる皆さん予想がつくでしょ、私のちょっと落ち込んだところ黒系の服なんて言うんだろう。え、でも自分結構派手な服が好きなんですよ、派手な。けど黒も好き、黒白とか結構好きでございます。さっき食パンに梅練り買ってかつお節かけて、え、かつお節かけて鶏肉と卵のせて美味しい。え、嘘、梅練り？梅練りってさ、朝にめっちゃ効くやつでしょ。しょうがないな、宿題手伝ってあげよう。ありがとうございますキャズリンさん今日も可愛い、ありがとうございます、ありがとうございます。たくさんこれから仕事です、頑張って、ファイティンファイティン。ワッカーさんはじめまして、初見です、来てくださってありがとうございますワッカーさん、ワッカーさんね。梅練りね、めっちゃ目覚めよくない？梅練り25日から宿題スパートかけるさっきに行きたい多分ね、焦ってね真顔になると思う焦って真顔になると思う、やばいやばいやばいってなる。今はまだ余裕があるえなちゅんさん来てくださってありがとうございます。よかったら皆さんルームのフォローよろしくお願いいたします、お願いしますマー君さん、クマスイカありがとうございます、ありがとう。さっきの家庭教師行ってもいいかな？いいよ、いいけど遊びに行く遊びに行くよ。残り1週間くらいになって顔が青ざめてる絵が浮かぶわやめてウラッチさんやめて怖い怖い、さっきも怖いわ怖いわ。全身どんな感じ？え、なんかこういう、なんかちょっとなんかなんて言うんだろうね、こういう感じの服なんですよ今日は。で、なんか腕が透けてる、もりもり
なんか目映ってませんよ菅原さん。すいません、一人のコントでございました。フォローした、ありがとう、ありがとうございます。涼しい、すごい涼しいんですけど、部屋がちょっと暑いんで涼しくないです。カーテン巻いてる？どういうこと？カーテン巻いてないよ。配信少なくなったら宿題が嫌そういうことにしておいてください。そういうことにしておいてください。もしさっきの配信がうわ今日めっちゃ少ないみたいな、いつも1日3回は必ずやってる人間なんですよ夏休みは。けどそれがなくなったら宿題に追われてるんだなって思ってくれたら嬉しいです。あ、今日はちなみにあれです、昼はできないです、ごめんなさい、昼はできないですけど、すいません、宿題に追われてるわけじゃないんです、しないからしないから。フォローはしたからこれからどんどん行く。ありがとうワッカーさん、ありがとうございます。スケート選手のまおちゃんに似てる？いや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 、似てる似てる、あんなに美しい方に似てるか。まちたつさん、くますいかと花束ありがとうございますありがとうございます、イエイ。まとさん、この前ゆいもが言ってたけど、さっきゆいものこと芋って呼んでるんだって。芋って呼んでないよ、イモリン今勝手に作った。ゆいもって呼んでるよ、ちゃんと。芋って呼んじゃないよ、ゆいもっていつも立ったか立ったか走っていくよ。宿題やる気ないんです。だってせっかくの夏休みなのになんでもっと勉強しなきゃいけないんですかって、私的にすごい疑問うらちさん、くますいかありがとうございます、ありがとう。いざとなったら宿題手伝おう、ありがとうございます。いやだって何だってさ、夏休みなのになんで勉強しなきゃいけないのって思わないですか夏休みなのになんで宿題をそんな大量にしなきゃいけないのか菅原にはわからない、本当にわからない本当にわからない菅原には。言い訳ごめんなさい。おい芋って呼んでるでしょ。呼んでない呼んでない呼んでないよ。ゆいもハート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 だよ。わあさん、私も今日から、今日から、わあさん今日から夏休みなん？え、そうなん、8月ここ、今まで学校だったんだ。お疲れ様でした、お疲れ様ですお疲れ様です。勝兄さん、ゆいもをひみこと呼んであげてください。了解です、今日ちょっとレッスンの方でゆいものことひみこってひみこって呼ぼう。普段も勉強してないですよ、実家帰ってきたけどあれですよ、あの何もせずに終わりました。ちょっと吉備津彦神社にも行きたかったんですけどね、行けなかった、ファジアーノのショップ行っただけだった。ポッポーポッポッポッポー、明日がアルサさんだ、遅刻だよ、20分ぐらい遅刻だよ徳島のこうちゃんおはようございます、はよう、はよう。握手会の日から何が夏休みか、何それまであれなの、普通に学校に行ってるんですか。大学は試験が8月初めまであって9月末まで休みだから、あ、そうなんだ、へえ。さっきも9月1日から学校です、さっきが起こしてくれないからごめんごめん、ちょっと忘れとった忘れとった、さっきが宿題している絵は全く浮かばんだと。でも1日1ページやってるんですよ、各教科1日1ページやってて、だから5教科あったら、今日朝一したのは国語と数学しました。
あと理科社会英語、英語が赤の字ばっかなんですよ、できないから。おはようございます、皆さん。おはよう。一応やってますよ、一応。でも全部で10ページ終わってる。まだ1教科まだ2ページずつしかやってません。近い将来夏休みが短くなるっていう話がある。そうなん？そうなんですか？あと1ヶ月でさきちゃんに会える、イエーイ、握手会ですね、楽しみ楽しみ楽しみ。さきり眠きすぎる、どういうこと？眠いん？そう、少ないのかな。さっき的には頑張った方、間に合う。だってあと国語と数学は3ページやってるから、あと問題は理科と社会と英語。なんでさ、夏休みに勉強しなきゃいけないのかがさっきには分からん。全く分からん。全く分からんわ。もう夏休みも半分くらい過ぎたけど、宿題も半分終わってる？終わってない、5ページもできません。マークンさん、だる祭りありがとうございます。だる祭りだる祭り。そう、問題だらけなんですよ、もう嫌だ。もう先的に夏休みはプールとか海とかバーベキューとかもっと夏らしいことをしたいのに、宿題ってやつになんか覆われてて、どうしましょう。どうしましょう。もう嫌なんですよ、私、宿題っていう文字が。その根性、個性見習いたい。イエーイ、見習ってください。お、先を、あ、初見、ヒローだ。ヒローだな、これは。ヒローだ、ヤッホー、おはようございます。さっきは人一倍勉強しないと。いや、勉強してもさっき多分頭に入らないから、今からしても多分ダメだと思う。小学生かって言われた。え、で、だって多分世の中の高校生、中高生は多分思ってると思う。だってさっき高校1年生だよ。言い訳。急に高校1年生っていう。海やプール行ってないんですよ。海も行かなきゃいけないと思うし、夏休み、間違えた。夏休みは海とプールとバーベキュー、この3つをしないと今年の夏は乗り越えられないと思います。なぜなら私は夏らしいことを一つもしておりません。以上、菅原からの意見です。どう思いますか皆さん。さっきは辛いです。高校の頃は夏休みの宿題なかった。え、嘘、あるよ、ある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 よ。言い訳姫、さっき言い訳ベイビー。グランチさん同じこと考えてたね。言い訳ベイビー踊りながら、さっき歌詞作るは違う歌詞。夏休みぐらい楽しみたいよ、宿題なんか置いといてプールに行きたいよ。すごい、さっき作曲家になれそう。サリーさん、さっき一緒にプール行こう。行きたい、めっちゃ行きたい、すっごい行きたい今。トシアキさん、眠いだって、起こすぞ。カズリンさん、いいこと言う？どこどこどこ？カズリンさん、なんて言ったの？どこどこ、カズリンさん。どこ？上の方か？何、始業式は絶対元気に出てくるのが宿題って言われた。どういうことそれ？どういうこと？9月のそよ風、休みの間、宿題してなかったら、宿題に追われ怒られる羽目になる、
ただの夏休みも早く終わってしまった、マジで楽しんだことないわ、宿題やばい明日がるささん、ハートありがとうございます。受け取りました、ハートありがとうございます。夏休み夏休み言い訳さっき作ってやった勝手に今日の朝はね、ウインナーと、あ、バナナ食べました。ウインナーとバナナとパンを食べました。ST の活動楽しいですよ、すごい楽しい。それを先生の前で言おう、歌おう。でもね、さっき結構すぐ忘れるからやだやだみんなもコールで、あーよっしゃ行くぞ、宿題せんでいい、マジでずっと遊んどけ、よっしゃじゃあじゃあって言うんだよ皆さんも私に共感するんだよ、ちゃんと共感して、ちゃんとあの宿題私にさせないようにしてくださいねさせないようにっていう、先生の前でね多分歌ったらね、何言ってんだって言われるわ、笑いながらん、留年決定とか言わないで、まだわかんない。コールやばい。夏休み終了3日前くらいにさきりんが宿題終わってないと泣いて配信してそう。泣かないよ泣かない。ドリルやりません、ちょっと自分の手が動かないです。かゆい。佐藤さん、クマスイカありがとうございます。恥ずかしくて恥ずかしくてコメント、あ、違う、間違えた、恥ずかしくて先生の前でできない、いやそんなことないよそんなことないよ。うん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 、マミちゃんがさっきが瀬戸内の声に対抗心を燃やした、うーん、私がして言うので姫だからちょっと対抗心燃やされても替え歌受けるありがとうございます。高校生になると留年、そうあるよね、大丈夫、まださっき今のままだったらまだいけるから、まだいけます。トゥ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 、あ、そんなものが最後に勝つシンボリーワンダーさん、さすが、すぐにでも君に君に会いたい。何、先生が配信見てたら呆れる、先生多分見てない、大丈夫大丈夫大丈夫、いけるいけるいける気がする。留年になったら泣かないでね、泣かないよ大丈夫。さっき大丈夫、多分ね今のままだとまだいけるから、留年しないから余裕ですよ、拓蔵様拓蔵様。宿題、宿題ね、だって夏休み遊びたいじゃん、さっきは夏休みに遊びたいもん。つぼさんは私の味方だ、替え歌作ってる暇があるんだ、とことん遊べ、だってイエーイ、遊ぶぞ遊ぶねえ待って、さっき頑張って東大行かないとって、東大行かないよ、東大行かないよ、東大、東大ね、でもちょっと行ってみたい時はあったかもしれん、ちょっとなんか頭いいぞみたいな感じで行きたかった。朝からさっきの配信見えて一日頑張れる、ワッカーさんありがとうございます、ありがとう。パパッキーに怒られる、なんだって、ママッキーが泣く大丈夫、泣かないから、もう今の時点で呆れる、呆れてると思う号泣配信もうしない、
テストで全部30点以上取れればいい。そうですね。まあそれはそうじゃ、そうかもしれんのかもしれない。青い空には雲は一つもない。まあ、マッキーはね、たまに言ってくるけど、あんまりそんなにがっつりとは言わない。 STU の活動してるのもあるから、理系より文系より、さっき理系文系の意味がちょっと分かってなくて、理系って数学と理科ですよね。文系が国語と社会ですよね。確か違ったっけ。最近社会できないんですよ。どうします。社会ってどうやって覚えれるんですか。美術以外オール語、それはやばい、すごなんで、そう、なんでそんなに取れるんですか。合ってる？遊びな遊びな、遊びます遊びます。さっき運動できる、なんか勉強しない教科なら何でもできますだから体育できますよ。結構なんか得意なわけじゃないけど結構できます。体育以外オール語、なんで体育さっき逆に5とか4とかなのに、なんで、なんでみんなお勉強できるんですかなんでお勉強できるんですか。社長さんブログ見た、ありがとうございます。ブラジャーの写真みんな可愛かった、ありがとうございます、ありがとうございます。そうなんかね、初めて写真撮った子もブログの方に載せてるんで、よかったら見てください。そう、体育とか体育美術技術なんかその辺です。だからあと何ができる、何ができるだろう、さっき何ができるかとか分からん。ヒローさんテストは学年で3位でした、やばやばやば。さっき中学校の時しか良くなかった、中学校1年生は結構良かったけど、中学校2年生ぐらいで友達が増えすぎてちょっと遊びすぎてどんどん順位が悪くなって今に至ります。全然勉強できてない。たまっちさん、私もだよ。私もできてないよ。昨日の浴衣配信見逃したから YouTube で見た。ありがとう、サリーさん。あ、チップジンライさん、おはようございます。ありがとうございます。さっきの脳は筋肉でできてる、るるるるる。今日も可愛い、ありがとうサリーさん。町立さん、僕も高校までは遊んでた、だから大丈夫。もうね、さっき遊びまくっちゃってんの。3年間ちょ、そのだから中学校1年生から中学校3年生までほぼ勉強してなかったんですよ。ほぼ勉強してなくって、今焦って勉強してます。結構ガチの方で焦ってます、菅原さん。マー君さん頭いいみたい、やばい。マー君さんとヒロは頭がいいみたい。勉強配信したらつまんない、つまんない。テトラポットに寄せて返す波音、君が近づいた気配がする、夏の恋が今始まる。ワンツーサビを歌わないっていう、僕は嫌だ僕も歌っちゃうでしょ。さっき歌ったらダメなんだよ、その曲は。留年しなければ大丈夫、ふんとする。もうとりあえず留年を避ければなんとかなりそう。ってことで、さっきの絵画教室始めたいと思います。
何？頭いい人ね、多いね、私の配信に私の配信に。テチ、テチさん好きなの。声なあちゃんに似てる？ナムさん？嘘。不況はお、ま普通に歌ってた今。驚きの顔が気持ち悪いわ、菅原。うらっちさんハートありがとうございます。受け取りました、ありがとうございます。はい、菅原絵を描きます。サイレントマジョリティ不況はお、何描こっかな今日の絵。さっき配信見てたら降りる駅間違えた。嘘、ワッカーさんマジ？やばいやばい、ごめんなさい、なんかすいません、さっきの頭が心配、ごめんなさい。画伯到来、画伯、画伯、画伯です。画伯なんだって。勉強なんて嫌だ、ほんと嫌だじゃあ何書こっかな。あんね、さっきが小学校から使ってるね、目覚まし、家の目覚まし時計があるの、それのキャラクターの絵を描くね。多分ね、あーってなると思う。どういう、多分ね、見たらわかるよ。え、でもわかんない人もいるかもしらん。眉毛 あるよね。うん、ミキが小学校の時から使ってる目覚まし時計のキャラクター。かけた。ヤンキーカズノリさんおはよう。こちらテロリロリン、私が愛用している目覚まし時計のキャラクターですこのキャラクターは何でしょう。ベネッセさんの、ベネッセさん、私あれあのチャレンジをしてまして、ニョロニョロって誰、ニョロニョロって誰、チャレンジをしてまして、小学校の時から化け物、違うよ、ちゃんと名前あるよ。目覚まし時計の猿じゃない、猿じゃない、ね、なんて言えばいい、わからない方がやっぱ多いんですかね今チャレンジ、そう、チャレンジをもともとやってたんです。もともとやってました。潰れた時にちゃんやめてやめてやめて、黄色じゃなくて赤です。赤のやってました、チャレンジ。何、クリちゃんの遊び道具、タコの寿司がピューピューいうやつ、そう、赤いやつ、赤いやつ、赤いやつ、コラショなんですけど、コラショって知ってますか？コラショですよ、これ。コラショ、コラショっていう、ちょっと時計見せてあげますよ、時計、実物がそこにあるんで、よくしょよくしょ、これですよ、これです。ちょっとほこりかぶってますけど、ちょっと汚いんですけど許してください。そう、子供チャレンジのコラッシュでございます。これ、このキャラクター似てなかった。何が違うんだろう。いや、でもほとんど一緒だ。こんな感じになっております。違わないよ、違う、似てるよね、ミッチーさん、似てるよね、似てるに、すべてが違うとか言わないで、悲しい。さっきの実力でございます。おお、何、社長さんどっち、すべてが違う、超そっくり、ありがとう。微妙に何が違うんだろう、人間すぎたかな、顔が、何がどう違うんだろう。鼻だ、鼻、
いやでもあんまり変わんない。ウィンクしてる目を囲った。あー、ちょっと囲ってみる。いやでもなんかあんまり変わんない気がする。トイレの CM なんで？耳が違う。あ、短いのか。耳と手つながってるもんね。ほら、さっきの愛用の目覚まし時計です。いつも6時20分に起きようとしてるけど起きれません。菅原咲です。これはこちらに置いておきましょう。これめっちゃね喋るんですよ。めっちゃ喋るんですよ、これ超喋るんですよ。今日は8時まで見ます。じゃあね、ちょっとどうしようわかりました、了解です。そう、毎回起きれないんですよ。セットオッケー、セットオッケー、セットオッケー、頑張るタイムスタート。やったね、やったね、次も頑張ろう頑張れないよ、頑張れないよ。ちゅうえいさん、あ、くりちゃん来た。みーなんとかかんとか腕が回らない。あ、くりこさん、くりこさん見てこれ、くりちゃん見て、ここ、ここ、くりちゃん見て、ここ、ここ、くりちゃん来て、おいで、早くこっちにおいで、早く、ちょっと、おくりこさん、おはようございます。みなさんおはよう、くりこだよ、おはようございます。くりちゃん先輩来ました。あ、ちょっと、あ、今日の服はスイカでございます。ちょっとめくり上がってますけど、スイカです。あ、あ、くりちゃんどうしたの、どうしたの、みんなにスイカ見せんと。ほら、くりちゃん先輩は今日の服はスイカでございます。スイカです。甘いって書いてる、どこどこ、甘いって書いてある、嘘、どこに、どこに、どこに、あ、ほんとだ、ここに甘いと書いております。甘い、はい、クリちゃんバイ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 、帰っちゃいました、クリちゃん先輩。痛い、クリちゃんな、ちょっとな、足の力強いからな、なかなか、さっきより、そう、さっきより人気なんですよ、クリちゃん先輩。クリちゃんバイちゃー。いや知らんかったんすか、何がですか、知らんかったんよ、服。9月、主役が帰る、待って待って、これ誰、じゃあ助っ人、何、ゲスト、今日のゲストは菅原さんですって。9月のそうよ風ねえ、クリちゃん先輩か、また寄り添ってきた。ねえ、どうしたの今日は、どうしたの、重いな、重いな、ファジマルくんがいるよ今日は、新しいニューマイフ、ニューユーフレンド。あ、止まった。おはようございます、カーミットさん、おはよう。今日のゲストは菅原咲さんです。どうもこんにちは。誰だよ、通りすが、私通りすがりの人かい、私が通りすがりの人かい。クリちゃん先輩か、かわいいでしょう。クリちゃん推し、もうクリちゃん推しめっちゃいるんですよ。どうしましょう、どうしましょうか。ここはクリちゃんの朝配信違いますよ、私菅原のですよ。クリちゃん先輩かわいいでしょう、目覚ましかわいいですか、佐藤さんありがとうございます。徹子の部屋、徹子さんのお部屋かもしらん、ここ、ルル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 ルな、どんな曲だっけ、そんなとこしか歌えない。これは事故なんだ、いやあれうまく言えない。クリちゃんフォローします、ありがとうございます。クリちゃん、クリちゃんファンの方はこちらのルームをフォローよろしくお願いします。クリちゃんかわいいでしょう、ルル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 
ルル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 ルなぜ先輩、なんで先輩になったんでしょうか。自分でもあんまりよく分かってないんですけど、なんでだろう。サツコの部屋ねえ、誰サツコ、サツコ誰。いや、サキコの部屋、サキコの部屋よ、サツコの部屋そう、サツコの部屋でございます。こちら、こちらサツコの部屋でお送りいたします。提供はコラッショ提供はコラッショ、コラッショとファジマルとウサキがお送りします。ルールル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 そう、クリちゃんの方がね年上なんですよ。鼻かゆいですね今日も一段と。ファジマルを書こう、ファジマルくんを書きますね。あ、ちびまる子ちゃん、あ、私何を書きましょう。アンパンマンなら得意技です。国民的スターだからアンパンマンは、アンパンマンは国民的なね日本のスターなので書けますよ。さすがに、さすがに私もアンパンマンは書けます。アンパンマンぐらいは書けますよ。さっきの方が近が、そう。お、ワッカーさん着いた、よかった。ドラえもん、オッケー。私の得意技。丸書いてちょん。丸書いてちょん。大豆に芽が出て、なんだっけ、小舟、ね。植木鉢だ、植木鉢。え、違う違う違う、丸書いてちょん、大豆に芽が出て植木鉢、大豆に芽が出て植木鉢、植木鉢だよね、植木鉢。あ、違う違う違う、どうやってどうやったっけ、どうやったっけ。丸描いてちゃう、丸描いてちゃう、お豆に芽が出て植木鉢、植木鉢。え、どうやって書くっけ。6月6日に UFO がいたよみたいな。落っこちて大池が2つありました、大きななんたら月が。ドラえもん、あ、ひげ、ひげちょんちょん、ドラえもん。たん、完成。植木鉢。あ、ポンコツ竜巻さん、おはようございます。6月6日に UFO があっち行ってこっち行って落っこちて、さっきセミ書いて、セミ？オッケー。見ないで見ないでみんな。ドラえもん。じゃあ社長さんからセミを書いてと言われたのでセミを書きたいと。頭ドーン、頭ドーン。うらっちさん、だるま、だるま釣りありがとうございます。だるま釣り、ふう、だるま釣り、ふう。マイメロ、マイメロドラ見てくれ、やめて。じゃあちょっとセミ描きます、セミで、今はセミの時期なのでセミを描きます、描きたいと思います。セミなんて人生初めて描くんだけど、どうやって描くんですか。セミって、セミってどうやって描くんですか。セミ、まあ今の時期セミがねちょっとあれなんで、セミを描いておきましょう。描けました。ドラえもんですよ、ドラえもんだよ。セミ、せーの、セミ、セミでございます。セミって
こんな感じですよね。なんかビン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 みたいな言ってますよね。ドラえもんですよこれ。セミ、ホタル、ホタルみたい。うわい、ありがとうございます。セミかわいい、ありがとう。え、怖い？セミです。ハエじゃないわ、ハエじゃないわ、セミでございます。え、セミって針ないっけ？足が2本多い。嘘、4本だっけ？ハエじゃないよ、ハエじゃないよ、ハエじゃないぞ。お、鈴鹿さん初見です、来てくださってありがとうございます。ごめんなさい、初めて来てくださった方にセミなんか見せちゃってごめんなさい。セミです。足6本、8本ある、8本あるわ。ダニちゃうわ、ダニじゃないわ。うまい、ありがとうございます。あと何書こう、皆さんなんか言ってくださいよ。書くから。8じゃないよ、8じゃない。何書こう。目から羽、目から羽は生えとりません。何書こうかな。あ、皆さんフォローよろしくお願いいたします。化け物ちゃうわ、化け物ちゃうわ。何書こう、何書きましょうか。払いたい。8本は雲か、雲ね。ハエじゃないって、ハエじゃないわ。台風、台風、つらい。台風の書き方なんてわかんない。台風台風単純すぎた。台風何書こう。あと台風、何、桃太郎、桃太郎、桃太郎か。オッケー、桃太郎書くね台風クロワッサンみたい。桃太郎、桃太郎、桃太郎さん、桃太郎さん、お腰につけたきびだんご、ひとつ私にくださいな。何これ、竜巻か。え、台風だよ、台風、台風。あ、桃太郎見せた、待って、桃太郎まだあれ始まったばっかり。マジか。まあとりあえず菅原桃太郎を描きますね描けた。待って、剣持っとかないっけ、剣。なんかな、戦わんといけんから。おお、あときびだんご。はい、できました、桃太郎。我らが岡山の桃太郎はこんな感じです。これはうまい。今まではアンパンマン、ドラえもん、セミ、台風、桃太郎を描きました。イエーイ、描けました、描けました、書きましたよ。そんな桃太郎音もしたくない。なんでだ、なんでだよ。桃太郎は足6本もないわ、ないわ。弱そう。え、強いよね、え、強いよ強いよ。ガリガリとか言わないでガリガリ、鬼にすぐ負けそう。いや、これはね、の、あの、ちょっと頭がいい桃太郎だから。金太郎に見えた、嘘。桃太郎ですよ。桃太郎さん、桃太郎さん、おこ、おこしにつけた。何持ってるの。え、これが、こっちの、これがあの、ナイフじゃないわ、剣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 で、これがきびだんごでございます。足細っ
頭からあのあれですよ、あのわかりますか、あの殿様が、殿様のやつ、あの毛、髪の毛髪の毛、ゴミ袋ちゃうよ。まあ清掃もちゃんとしてるんでしょうけどね、桃太郎。この桃太郎は多分町のゴミを多分拾ってこのきびだんごと一緒に入れてるんですよきっと。何、おちより細い、足が細いわ多分。ゴミを捨てに行く桃太郎、そう、あの日本のね代表、岡山と代表としてのあの清掃係でございます。あ、桃太郎ハチマキしてるわ、忘れとった。ありがとうございます、もうありがとう、メルマイメロディーさん、忘れてた忘れてたハチマキに見えないっていう。服が雑、そんなことないよ。朝ゴミ捨てに行く子供違うよ。なんで、なんでこのきびだんご、偉いでしょう。この桃太郎は清掃をしてくれるの、とっても優しいの。じゃあさっきはこれから動物を描きたいと思います。ね、干支の方、干支だったら動物ってさ結構描けるじゃないですか。干支の方で、あの干支どうやって描くの、干支って、干支の絵を描きますね。これからここに干支の絵を描いていきます。そう、ねえ、牛、トラウ、タツミ、馬、羊、猿、鳥、犬、イでございます。ねえはまず蛇じゃないわ、ねえってなんだっけ、ネズミだ、ネズミ描きます。これは描けますよ、ぞひげありますもんね。はい、これは簡単、ネズミ、はい、ネズミ描きました。これはうまいですね、言えるよ、うらっちさん言えるわねえ、猫じゃないわ、猫じゃなくてネズミ。ねえ、えとぐらい言えますえとぐらい言えます。ねえ、としあきさんが変なこと言ってる、キリンなんていないよ。ねえ、次、牛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 って顔四角い、え、牛ってどんなの、ほくろがめっちゃある、あ牛、ねえ、牛の牛でございます。牛うまくない、ねえ、牛、牛さんの牛、笑えそう、笑わないで、まだいける、牛、ほくろがちょっと多々ありますけど、ねえ牛、次トラ、トラ、トラはかっこいいけどさっきライオンの方が好き。トラってどんなの、あ、わかった、トラは顔が丸くって耳がちっちゃいの、トラはね、ちょっとね、きつそうな顔をしているから。え、トラってどんなっけ、トラってどんなやつだったっけ。うお、ワンワン、クリちゃんが言ったの今、アンテナじゃないよ、角だよ。待って、トラってどうやって書くっけ、え、トラってどうやって書く、トラって何島、こんな感じか、で、ヒゲがある、はい、トラ、岡山動物園ありますよ、池田動物園。ねえ、牛、トラ、あ、トラがちょっと、トラの文字が、ねえ、さっきの親戚に似てる誰だよねえ、牛、トラ、次、ウーって何、ねえ、牛、トラ、ウー、ウーって何、トラっぽい、ありがとう、クマじゃないよ、
クマじゃない、所詮。ねえ牛トラウーって何、ウウサギか。ねえ牛トラウウサウサウサギですよね。あごっき、おはようよっぴーさん、おはようございます。牛がひどい、嘘。牛は可愛いですよ。まだウサギね、ミミミンミミミン、うーサミン。ウサギか、ウサギはかける。ウサッキーもいるからね、ウサギはかけますよ、さすがに。ウサギはさすがにね、かけます。ねえ、ウシ、トラ、ウーかけました。あ、ウサギはヒゲがある。ねえ、ウシ、トラ、ウー。マイメロディさん、ウサギはウサギには期待。ウサギだよ、うまいね、これはうまいね、完璧。ウサギはかける。ウサギ一目まで、よかった。牛、牛やばい、牛見んで。牛と虎は見ないでください。ここ2つ見ないで。見ないで。ウサギは似てる、ありがとう。ネズミも似てるくない？まだ、まだいける。ねえ、牛、虎、う、次、タツ。タツ？ねえ、牛、虎、う、タツ。タツは？タツって何かな？竜巻？牛が宇宙人に見える。やめて。タツは？タツってなんだっけ？竜か、竜だ、竜竜竜。違う？竜だよね。ねえ、ウシトラウタツ。ね、次が問題。竜だよね、ドラゴン、ドラゴン、オッケーオッケー。割とうまいかもしれん。いやでも特徴つかめてるわ、さっき。ヒゲニョロニョロしてるよね。見せたくない、見せたくないよ。元気かな。見せたくないよ、ちょっと待って。どうやって改善していこう。あ、こうか。え？あ、こ、あ、かけました。ねえ、ウシ、トラ、ウ、タツです。じゃん、バツ。ねえ、ウシ、トラ、ウのタツです。ねえ、ウシ、トラ、ウギャーって言われた。ねえ、ウシ、トラ、ウ、タツでございます。次のヘビとの違いです。出せるよ、ヘビは余裕で描けます。え、うまくない？自信なさそう。え、そんなことない。そういうこと？なんかちょっと弱そうだよね、タツのくせに。犬に近い。え、なんか自分的にヒゲが特徴できてますよね。ヒゲヒゲヒゲは眉毛がちょっとありますけど、ごめんなさい。ヒゲ特徴できてますよね。浜口ちゃんって馬にヒゲが生えてる。なんでヒゲ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 めっちゃ特徴的です、これ。ねえ、ウシトラウタツミー、ミーはミナミン。ねえ、ウシトラウタツミーは、ミーはヘビか。ねえ、ウシトラウタツミーはヘビですか。ヘビだよね、確か。違ったっけ。ヒゲって2本なんだ。問題作。ヘビか、ヘビヘビ。タツ自分で結構うまいと思ったんだけどな。次、ヘビ。ヘビいきます。え、つらい。ヘビ、ヘビだよね。かけるかける。ヘビってベロ出るよね。
蛇って辛いね。頑張る。菅原画伯頑張ります。え、でも蛇は簡単。蛇って柄ありでいこう。柄ありで、柄ありの蛇だからちょっと毒があるかもしれんけど、オッケー、いけた。龍に謝れ、ごめんなさい。ってことで蛇いきます。せーの、蛇。蛇でございます。龍よりは簡単ですよね。蛇、蛇でございます。どう？うまい？ありがとう鈴木さん。え？ベロ長いじゃん。ベロ長いよ。土の子？意外うまい。ありがとうございます。イエーイ。まあ立つよりはなんとなくうまいと思う。自分でも立つよりはうまい自信ある。何？蛇が一番うまい。あれ？あれ？ウサギでしょ？ウサギが一番うまい。ねえねえ、うし、とら、う、たつ、み。たつ一番なんかちょっとあんまり好きなんですけど。たつが好き。靴下？違うよ。ちょっと洗い残しの靴下ってことにしとく。ねえ、うし、とら、う、たつ、み。うま、うま。次、うまですよ。ひひん。うまいきまーす。うまかきまーす。うま、うま、耳はね。こうなってる。馬はね、馬はね、こうか。馬、馬はね、多分ね、誰でも描ける気がする。何？龍が馬っぽい。え、そんなことないよ。セミが鳴いてる。滝が描いたから嬉しいんだ。これは普通かも。馬、馬でございます。これは馬です。何、美術は自信なかったが、さっきの絵を見て少し自信を持った。ありがとうございます。どう？うまくない？でも先的にね、今ね、タツが一番好き。私のエタはこんな感じになってます。顔の周りは毛です。毛、毛でございます。ライオンはもっとかっこいいよ。顎赤い。豚の鼻見ないで。こうやっとく。こうやっとく。たてがみがね、ちょっとね、強調しました。めっちゃ顎かゆい。顎が超絶かゆい。こんな感じでございます。うまい、謝れ、ごめんなさい。ねえ、牛、トラ、ウ、タツミ、うま、羊、羊は描ける。さすがに可愛いから。羊はね、めいめい言うとりますからね。羊、羊はね、多分こんな感じで。あー、うまい。羊はこんな感じですよ。眠そうな顔してるのが羊です。あー、かわいい。これはいける。せーの、羊ねー。これは余裕でいける。顎めっちゃ赤い。顎めっちゃ赤いんだけど。あ、ちょうちょ。
もう一度動物園動物園行こうかな。ちょっと寝てるの羊が、はーって眠いらしいわ羊。今8匹かけました。ねえ、うし、とら、う、たつ、み、うま、ひつじでございます。スクショしますか。スクショどうぞ。なんとも言えない。だって太ったひつじ違うよ。どうぞスクショよろしくお願いします。雲みたい。いい感じ。ねえ、うし、とら、う、たつ、み、うま、ひつじです。なに、豚に見える。なんだって。めっちゃあごかゆい。どうしたんだろう。なんか腫れてるのかな。かぶれたんかね、なんかかゆいわ。ねえ、うし、とら、う、さ、たつ、み、うま、ひつじ。次、猿。に謝れ。すいません。次、猿。猿は描けるで、さすがに。猿は描ける。さすがに猿は描けるわ。猿って口どんなんっけ。鼻ある。猿って鼻ある。鼻あるな。何が足りないんだろう、これは。まつげ？こうか。できた！せーの！じゃーん！猿。猿、まつげあるよね。猿。まつげはやばい。やばい？マー君さん、ハートありがとうございます。これは似てる。ポッ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 ポ。独特独特ですか。唇。唇に触れたのは柔らかなダイヤモンド。今まで猿の目が可愛い。本当。唇がセクシー。おもろい。そう、これメスザルってことにしといて。めっちゃ顎かゆいんですけど。あ、クリーちゃん。クリーちゃん見て、これサル。飽きた。もうさっきいいよって。もうアホはもういいよって。かわいいな、クリーちゃん。どうしたん。あ、クリーちゃんどっか行った。かわいいでしょサル。唇に触れたのは柔らかなダイヤモンド。かわいいかい。クリちゃん逃げられた。さっきね、そっち行ってこっち帰ってきた。すいません、サルさん。じゃ次ね、ウストラタツミ、ウマ、ヒツジ、サル、鳥。次鳥。あと3つ。カッパちゃうわ。鳥行きます。めっちゃ顎かゆい。どうしたんだろう。顎がかゆい。鳥。次鳥でございます。鳥。鳥はかける。鳥ってひげはないよね。ないない。尻尾がある。なんか、なんでこんな急にちっちゃくなったんだろう。猿の顔よりちっちゃい。さっき多分バランスが悪いのかね、絵を描くバランスが。見て、鳥目。優しく見守ってありがとうございます。一番まとも嘘。ヒロさん、後ろのやつ、そう、ファジアーノのかぶり物です。ファジアーノのですよ。わあ、トニーさん正解。それ難しすぎる。
難しいわ。これです。大きさがね、ちょっとあれなんですけど、鳥だよ。めでたいやつさん、おはようございます。顎がかゆい配信でございます。鳥です。小さな鳥でございます。わかるから成功。よっしゃ。猿、鳥、犬。次、犬。犬はね、まあまあまあ、毎日見てきてるクリコがいますので。わかりますよ、犬は。犬はね、わかりますよ。犬はわかるぞ。鳥こっち見んな。こっち見ちゃってる、こうやって。で、くーち、あ、ん？20日シティライト行くか迷ってる。あー、シスター行くの迷ってんだ。私行けれないんですよね、行きたいけど。ね、20日行きたい、私も。行きたいけども行けれないのですよ。行ける日があったらね、行きたいなと思っております。シンボリーワンダーさん、ハートたくさんありがとうございます。受け止めました、ありがとうございます。たのは柔らかなダイヤモンド。ワンちゃん、ワンちゃん描きます。ワンちゃん、ワンちゃんはさすがにね、描けますよ。ワンちゃん500円しかないけど、お昼何買えばいいですかね。お昼500円か。ローソンに行って STU とコラボしている対象商品をご購入してくれるといいな。ローソンへレッツゴー。ローソンは今中四国限定で、今ローソンと STU がコラボしているので、よかったらそちらの方に行ってみてください。パカーって割れてるの？割れてる？どこが？何が割れてるの？イノシシが楽しみ。猿、鳥、犬、いい、最後だ、イノシシ。イノシシでっかく書こう。ローソン告知上手、ありがとうございます。500円だと買える気がする。ポメラニアン飼ってる。そうなんだ。最後イノシシ書きます。イノシシ一番でかく書くね、なんか強そうだから。イノシシってどんなっけ。あ、似てる。はい、イノシシ描けました。イノシシは、はい、イノシシ、イノさん、イノさんでございます。あ、待って、キバがいるね、忘れてた。待って、はい、描けました。はい、描けました。イノさんです。イノさんでございます。えとはこんな感じになっております。ねえ、ウッシ、トラ、ウー、タツミ、ウマ、ヒツジ、スクショできましたか？スクショできました？はい、次、こちら、サル、トリ、イヌ、イ、スクショできましたか？さっきが怒った顔、なんだと。イノシシ似てる、ありがとうございます。
触れたのは柔らかなダイヤモンド。タキが一番好きなのはこちらのタツでございます。おすすめ。牛の破壊力。牛かわいいじゃん。顎かゆい。イエーイ。オチとしては最高。ありがとうございます。ありがとうございます。ここのね8個は可愛いと思います。自分でもすごい可愛いと思う。すごい可愛いと思うこれは。けどこっちはちょっとね、な猿が失敗だったかも。人間じゃんって。猿は人間だからね。ちょっとあざーす。イエーイ。顎めっちゃ痒い。どうしよう。アレルギー。顎アレルギーかもしれん。顎アレルギーだわ絶対これ。もうめっちゃ痒いもん。牛がいい。ありがとうございます。かわーかゆいかゆい。さっき動物園完成。イエーイ。唇に触れたのは柔らかなダイヤモンド。さきちゃんにスクショ送っとこ。恥ずかしい。恥ずかしいわ。友達なんですね。かゆい時は冷やさないと。冷やしたら伸びてきそう。今日はなんかね、鼻じゃなくて顎がめっちゃかゆい。どうしてだろう。唇に触れたのは柔らかなダイヤモンド。今まで君が守っていたものどうすればいいのだろう。僕はただ腕の中に君を受け止めるだけだ。動けないよ12秒。今日は何剣？今日は剣もやりませんよ。やんないよ。剣は明日からやります。やめてないよ剣の勉強。ヤモンド今まで。ちょっと今今日あれですよ、いつもの場所にいないから、そう剣の勉強ができないんですよ。今度マイメロとあさきちゃん2人でさっきの握手会行く。ありがとうございます。ぜひ握手会あと2日後にあります。皆さん来てね。ちゃんとちゃんと来てよ。顎かゆいけど今日のさっき色っぽい。ありがとう。そうだってね、これちょっと透けてんの今日。スケ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 さっきラブ修行。あの日からあなたにラブ修行。今日ちょっとあれ行きたい、あっこ行きたいな。さっきあっこ行きたい。なんだっけ、いつも行ってる神社、吉備津彦神社に行きたい。スケさん、さっきさん、イエイ。そう今日シースルーなんですよ。ラブ注入。お肌最高。ありがとうございます。スーパースケトルン。さっき何それ、何それ、何それ。 CM 洗顔の CM でも出ようかな。さっき唇に触れたおはやわらかなダイヤモンド。12秒しか歌ってないわ。なんか12秒頭から離れん。あ、クリちゃんが走ってきた。クリちゃん、クリちゃんのおもちゃなんですこれ。タコの寿司でございます。クリちゃんこれ見て、
うん、おいで、おいで。こいちゃん、みんながな、こいちゃんのこと見とるよ。あー、ちょっと、うさっきーが、うさっきーがちょっと、あー、ちょっと、うさっきーが、うさっきー倒れてきた。くりちゃんでございます。今日の主役、登場でございます。おはようございます。おはようございます。くりこさん。かわいいですね。毛がちょっとひっつきますね、ちょっと今日は。くりちゃんです。くりちゃん。くりちゃん見ながら、くりちゃんのこと好きなんよ。さっきよりくりちゃんの方が好きなんよ、みんな。あー、くりちゃんが座りました、寝ました。あ、逃げちゃいました。くりちゃんが逃げた。ちょっとうさっきが、ちょっと今日は暴れますね。そう、さっきよりくりちゃん人気なんですよ。だからちょっと出しとかんとな。ちょっとリップを塗ります。ちょっとバナナ食べたいな、今。12秒のあの目をつぶるやつ。じゃじゃーん、よっ。12秒、じゃじゃーん、よっ。うん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 、ふん。12秒、いい曲ですよね。クリちゃんの握手会、噛まれろ、みんな。もう噛まれろ、噛まれろ。嘘、噛まないようにさっきがちょっとこう押さえとく。クリ先輩のフォローするハートは右上でございます。ここのフォローをピンク色にしてくれるとクリちゃん先輩喜びます。ん、吉備津彦神社までチャリで20分。近いんだ、トリちゃんさん。私、吉備津彦神社行きたいんですよね。今からでもいいから行きたい。照れるやん。照れるやん、照れるやん。瀬戸内7県ツアー、徳島出ない、出ませんよ。ゆいはん推し、ゆいもも出ないからね。申し込むのやめちゃったんですか。バナナ好きなんですよ。美味しくない？美味しいんですよ。さっきのフォロー外してクリちゃんフォローしよう。ありがとうございます。クリちゃんも喜びます。まぶしすぎる。12秒ですよ。12秒はちゃいますよ。そのハートは白になりますが、いや、ピンクのままでお願いします。案内しますよ。ありがとうございます。私も吉備津彦神社ね、よく行くんですよ。今日行きたいな。行ける時間があるなら今日行きたいな。あるかね、時間。あと2分で占いしていきましょうかね。私は占い、今日の占いも届きました。え、てな感じです。吉備津彦神社2日前に、そうなんだ。ふえー、さっき今日行きたいな、吉備津彦神社に。俺はクリちゃんよりもさっき大好き。ありがとう、新風神雷さん、ありがとうございます。ふう、そう、ママッキーからの占いが届きました。ちょっとおでこが痒いので書きますね。あ、ひなたさん今日も来れた、ありがとう、ありがとうございます。顎が痒いです、申し訳ございません。吉備津彦神社なんかあるの？なんかあるっていうか、なんだろう、自分が好きな場所、落ち着いて行ける場所です。サソリ書いて、サソリ？サソリ、サソリ？難しいな、サソリとか。サソリ？逆三角形のイメージ。サソリとか書けない。いや、書ける。サソリって足何本とかないよね、確か。わかんないけど、こんな感じじゃない？はい、サソリかけました、せーの、サソリ。
サソリです。これサソリでございます。サソリです。イエーイ、さきちゃん最高に可愛い、ありがとう。おさっちさん、ムカ出ちゃうぞ、ムカ出ちゃうぞ、サソリだよ。あ、ペンが。さっき、おはよう、おはようございます、朝からガーク。サソリです。ムカデじゃないよ、サソリだよ、サソリだよって、サソリだよって。ムカデは違う、ムカデは、ムカデはな、ムカデはな、あれだよ、ムカデはな、こうだよ。ムカデはな、もっとな、足がある。ムカデはな、こんなの。ムカデはこれよ。気持ち悪い。サソリって足6本なんだ、知らんな。これムカデ。初見ではないですが歓迎してください。和幸さん来てくれてありがとうございます、大歓迎。よかったら皆さんルームのフォローポチポチっとお願いします。はい、ムカデでございます。テキ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 。誤解？何それ。痛い！たったったった。ってことで30分ちょっと過ぎちゃったんですけど、占いをしていこうと思います。イエーイ！ムカデ好きな人いないよ。ムカデ好きな人いないよ絶対。では、占いの方をやっていこうと思います。イエーイ！じゃあ今日何位から発表しようかな。2位から、いつも通り2位からいこう。第2位からいきます。第2位はダガ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 、今日の銀メダルはでん、双子座の方です。おめでとうございます。双子座の方です。双子座の方は今日は立てていた予定をあえて白紙にして気の向くままお出かけをするのがおすすめです。気の向くままお出かけをするのが今日はおすすめでございます。お、カズンチョさん、双子座ですか？気の向くままお出かけをするのがおすすめです。双子座の方のラッキーカラーはピンク。ラッキーカラーはピンク。ラッキーフードはハーブティー。ラッキーフードはハーブティー。ラッキーアイテムは専門書。ラッキーアイテムは専門書でございます。あー、語がかゆいです。はい、次第3位、今日の銅メダルは、ダカ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 ダ、顎がかゆいです。顎が超絶かゆいです。でん、今日の3位は、おひつじ座の方です。おひつじ座。おひつじ座の方です。おめでとうございます。おひつじ座の方は、初めてのことでも、今日のあなたはやる気満々。楽しんでいると素敵な出会いも舞い込んできそう。初めてのことでも今日のあなたはやる気満々だそうです。イエーイ、やる気満々。おひつじ座の方のラッキーカラーはクラウド。クラウドっていう色、クラウド。ラッキーフードはダック。ダックって何？ダック、え、アヒル？ダック。顎かゆいんですよ。ラッキーアイテムは宝石です。宝石。次、第4位。第4位は、ポー、第4位は射手座の方です。今日の第4位は射手座の方です。図書館や書店、ブックカフェに行ってみましょう。ブックカフェ、今日のあなたに必要なメッセージが本の中に書いてるみたいです。アヒルか。ダイヤモンド。今日はブックカフェに行ってみてください。伊手座の方、伊手座の方、今日はブックカフェに行ってみてください。伊手座の方のラッキーカラーはターコイズ。水色だ、ターコイズ。ラッキーフードはご飯。
ご飯でございます。普通のご飯。ラッキーアイテムはキーホルダーです。キーホルダーです。次、第5位、つぼさん今日は図書系に行ってみてください。次、第5位は水亀座の方です。水亀座の方です。水亀座の方は特にお出かけの約束がなくてもなるべく家の外に出てみてください。水色のご飯、ちょっと待って、想像がやばい。特にお出かけの約束がなくてもなるべく家の外に出てみてください。水亀座の方です。水亀座の方のラッキーカラーは赤。ラッキーフードは揚げ物。ラッキーアイテムはサンバイザー。水亀座の方、サンバイザーとは何でございましょうか。サンバイザー、なんだろう、サンバイザー。第6位、赤の揚げ物もダメだって、想像が。第6位は、ヤギ座、ヤギ座の方です。今日の6位はヤギ座の方です。大丈夫？なんか倒れてきてる。今日は、あ、日焼け防止のことか。サンバイザー。今日の6位はヤギ座の方です。ヤギ座の方いますか？ヤギ座の方は、インドアの時間を大切にする方が安定する一日です。インドアの時間を大切にする方が安定する一日です。おー、ヤギ座の方のラッキーカラーはビリジアンカラー。ラッキーフードはゴーフルって何？ゴーグルみたいだね。ラッキーフードゴーフルだそうです。ラッキーアイテムはビジュー付きバッグ。水色のカレー、ピンクのカレーしか見たことない。ビジュー付きバッグです。次、第7位、今日のラッキーセブンさんは、鼻がかゆいです、ごめんなさい。今日のラッキーセブンさんは、そう、ゴーフルらしい。ゴーフルってなんだろう、さっきもよく分かってない。ゴーフル、ちょっと後で調べときます。第7位、今日の第7位、ラッキーセブンは獅子座の方です。獅子座の方いますか？獅子座の方はいますか？私獅子座が好きなんですよ。サソリ座だけど、獅子座がライオンだから。獅子座の方いますか？鼻がかゆいです、申し訳ございません。獅子座の方いますか？後でググります、私もググります。獅子座の方は今日は自然のある場所へのお出かけがおすすめ。ウォーキングやハイキングなど程よく体を動かせばストレス解消になるみたいです。獅子座の方のラッキーカラーはパステルピンク。おー、さっきパステルカラー好きなんですよ。パステルピンク。ラッキーフードはチーズカツレツ。ラッキーアイテムは下着でございます。下着。お菓子じゃないか、ゴーフルってお菓子なの？へー、せんべい、ゴーフル。後で調べとこう。今調べたいな、お菓子なら調べたい。お菓子好きなんで。鼻が痛い。ゴーフレットって書いてたんだけど、ゴーフレットっていうの？じゃあ第8位は
第8位は蟹座の方です。カニザ、蟹座の方です。第8位は蟹座の方。お出かけするならいい日、お出かけするなら一人でゆっくり過ごす方がいいみたいです。お出かけするなら一人でゆっくり過ごす方がよろしいと書いています。誰かと喧嘩になってしまう時もあるかもしれません。今日は誰かと喧嘩になるかもしれません。だって蟹座の方、蟹座の方のラッキーカラーはグレー、グレーでございます。ラッキーフードは甘栗。いいな、甘い栗です。売ってるよね、よく甘い栗。ラッキーアイテムはハサミでございます。怖い怖いけど今日はハサミ、グレーのハサミと甘栗をしっかり持って歩きましょう。ハサミ持って歩いたら危ないか。今日のラッキーアイテムはハサミです。次、第9位、サソリ座一向に出んな、うさぎが。第9位は、今日の第9位は乙女座でございます。おとめ座の方でございます。乙女座です。乙女座の方はいますか。乙女座の方、乙女座の方は遊びに出かけても楽しい気分にはなれず、さらに疲れてしまいそう。今日はゆっくりお家で趣味や読書を楽しんでください。今日はお家でゆっくり趣味や読書を楽しんでみてください。乙女座の方のラッキーカラーはグリーン、グリーンです。グリーン。ラッキーフードはラベンダーティー、ラベンダーティー、ラベンダーティー。さっきティーとかあんまり飲んだことないんですよね。ラッキーアイテムはガムテープでございます。ガムテープ、ガムテープでございます。マー君さん、クマスイカありがとうございます。次、第10位、今日の第10位はおうし座の方です。おうし座の方、おうし座の方です。おうし座の方は今日は身の丈に合った場所に行きましょう。シンボリーワンダーさん、誰もありがとうございます。今日は身の丈に合った場所に行きましょう。背伸びをして行ったレストランやお店には馴染めず、後悔してみそうだ、後悔してしまいそうでございます。してしまいそうだそうです。書いてます。さて、今日は身の丈に合った場所に行きましょう。おうち座の方のラッキーカラーは、ラッキーカラーはマロンブラウン、マロンブラウン。ラッキーフードはからしれんこん。あ、からしれんこん、からしれんこんとか有名なね、ありますよね。どこだっけ、どこの県だっけ、からしれんこん。ラッキーアイテムはダメージデニム、ダメージが入ったデニムですね。次、第11位、第11位はサソリ座です。そう、熊本か、熊本、からしれんこんね、熊本が有名な。覚えてる、すごい、さっき頭良くなったかもしれん。はい、次の11位はさそり座です。としあきさんもさそり座です。巻き込むっていう。さそり座です。さそり座の方は今日はどこへ行ってもがっかりするような結果に、え、今日はどこに行ってもがっかりするようになって、やだー、ほのたん助けて。勝手にほのたんっていう。サソリ座の方は今日はどこに行ってもがっかりする日です。ラッキーカラーはスノー、ラッキーカラーはスノー。ラッキーフードはフルーツキャンディー。わー、もう舐めまくろ、フルーツキャンディーをもう今日は食べまくります。
ねえ、鬼滅彦神社行けない、どうしよう。行くけどね、それを改善するために行くけどね。そしてサソリ座のラッキーアイテムはお玉でございます。何作ろう、カレーライスでも作ろうかね。カレー食べたい、今日のお昼カレー作ってくれないかな。でも今日先お昼あれだ、ラーメン食べに行くの。ラーメン、そうです、そうサソリ座サッキーなんですよ。鬼滅彦神社行けないね、やばい。でも行かないとちょっと呼んでる気がする、神様が、神様がサッキーのこと呼んでる気がする。どうしよう、12位と1位どっちから言おうかな、どっちから言おう。ほんと行けないよ、どうしよう、行かなきゃいけない。でも辛口でよければカレー作る。辛口はやだ、さっきのうちはね、あれなの、甘口と甘口と中辛を混ぜるのカレー。辛口にしろってかのんちゃんに言われた、この間。じゃあ12位からいこうかな。今日の12位はさっきのカレー食べたい。さっき割とね、カレーは作れるんですよ。カレーだけは混ぜるだけじゃん、だからあれは作れる。第12位はサソリ座で、間違えた、サソリ座は11位だ。第12位は魚座でございます。てるるー、ママッキーでございます。ママッキーの魚座でございます。魚座の方は今日は集中力に欠ける日、ぼーっとしてて電車やバスを乗り過ごしてしまいそうな日です。トイさん元気よくはーいって言ってる。今日は集中力が欠けてぼーっとしてしまって電車やバスを乗り過ごしてしまいそうな日だそうです。ガーン。てことで魚座の方のラッキーカラーは、ラッキーカラーサックスだって。ラッキーカラーサックスサソリ座2回も登場した。サックスだって、サックスカラーとかあるの。ラッキーフードはコーンポタージュ。コーンポタージュ美味しいですよね、コーンポタージュ。ラッキーアイテムはハートの柄や形のもの、ハート柄やハート形のものです。でした。さあ最後、まだ呼ばれてない方いますよね、きっと。今日の第1位はデレ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 デーン。今日の第1位は天秤座の方です。おめでとうございます。てーてて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 てほい。今日は天秤座の方、日向さん天秤座ですか。天秤座の方は友人を積極的に誘って出かけましょう。私のおばあちゃん天秤座です。友人を積極的に誘って出かけましょう。イエーイ、よかった。皆さん今日は心から楽しめる一日です。天秤座のから、間違えた、天秤座の方のラッキーカラーはマールン、マールン、マールンカラー。今日友達とスパイラ行く、いいな、スパイラ行くんだ、いいないいな、楽しそう。ラッキーカラーはマールン、マルーンだった、マルーン。ラッキーフードはマンゴー。ラッキーアイテムはマイクです。今日の1位は天秤座、天秤座、1位は天秤座、2位は双子座、2位は双子座、3位はおひつじ座、3位はおひつじ座、4位はいて座、4位はいて座、5位は水亀座、5位は水亀座、6位はヤギ座、6位はヤギ座、7位、今日のラッキーセブンはしし座、今日のラッキーセブンはしし座、今日の8位はカニ座、
今日の8位は蟹座です。今日の9位は乙女座、9位は乙女座、10位は牡牛座、10位は牡牛座、12位はサソリ座、12位はサソリ座、11位だ、11位がサソリ座、11位がサソリ座、11位がサソリ座、12位が牡牛座でした。皆さんどうでしたか、どうでございましたか。ちょっと紙の量が多いな、今日使った紙の量が多いわ。見て、これ今日は干支の方を書きました。干支です、干支の方を書きました。ねえ、うし、とら、う、たつみ、うま、ひつじを書きました。あとこっちに、こちらに、さる、とり、さる、とり、いぬ、いんと、あとムカデとサソリを書きました。ごめんなさい、気持ち悪くてごめんなさい書きました。イエイ。12位は魚座でございます。3位だった、高雪さん。あ、シンボリーワンダーさんとマー君さん、だるまつりありがとうございます。いいね。で、さきちは何年なの。さっきは蛇年です。皆さん何年ですか。さっきは蛇だよ。今日吉備津彦神社行ってこようかな、行きたい。できませんね。あ、いい感じ。はい、こんな感じで干支を書きました。ちょっと待って、トラですか。さっきはヘビでございます。先的にこのタツが一番好きなんですよ。さっきと一緒、ヘビ。お、ひなたさんも、じゃあ同い年だ、同い年だ。ヘビ、ヘビこれだよ。トラ、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 トラどこ？トラここだ、牛の隣。タツ年？タツはここ。イエーイ、イエーイ、同い年だって。ひなたさん私と同い年。ありがとうございます。絵下手なんですよ。ひなたさん絵上手ですか？土の子。ねえ、土の子って何？すっごい今ね、タツがね、今自分の中で一番うまいと思ってるの。眉毛があるんですよ、極太眉毛。かわいい、立つかわいい牛が四角なんです。あと牛が真四角。ねえ、ちょっと待って、絵見せたいから最後に絵を見せましょう。ねえ、牛、トラ、う、こんな感じです。次、タツ、タツ、ミ、ウマ、羊。次、サル、トリ、イヌ、イー、サソリ、ムカデ。くしゃみ出る、くしゃみですよ、くしゃみ、くしゃみ、くしゃみくしゃみが出ました、すいません。さっき、今日顎がかゆいんですよ。牛の頭からアンテナが立って、違うわ、アンテナじゃないわ。鳥こっち、みんな鳥にクレームを出さないでください。やっぱりクリちゃんが一番可愛いですかえ、上手じゃないの？さっきと一緒。あ、でもさっきは上手いから、絵は。絵だけは自信ある。タツはね、めっちゃ自信あったんですよ。上手くないの？さっきのな、あの、友達、学校の友達にね、ひなたっているんだけど、ひなたはね、めっちゃ絵が上手なの。面白いし、その子。学校でも仲良かったからさ、その子。名前が一緒だから今思いついた。言っとく。ネズミは上手い。ありがとう。え、先的にうまいのはネズミとウサギとタツがすごいうまいと思う。ネズミと牛とヘビ、間違えた、ネズミと牛とウサギとタツはめっちゃうまいと思う。この4つはうまい。ココアが混ざってる。ココア、ココアな、どこにいる。ココア、コ
子はどこにいるのよ。ですね、私が一番うまいと思ったのは自信を持ってはいけない、申し訳ございません、勝手に持っちゃう人間なんです。さっきの友達と同じ名前なんて嬉しい、本当？さっきの友達に言っとくよ、じゃあ言っとくよ。じゃあ壇上を言いますね。壇上を言います。9時までなので壇上を言います。13位、明日がアルサさん、ありがとうございます。12位、ゴロくんさん、ありがとうございます。11位、マークンさん、ありがとうございます。10位、エンドさん、ありがとうございます。9位、AEMVN さん、ありがとうございます。8位、スエンさん、ありがとうございます。今日のラッキーセブンは、わぁ待って変わっちゃった、今日のラッキーセブン待って、最初から。13位、社長さん、ありがとうございます。12位、明日があるささん、ありがとう。11位、ゴロくんさん、ありがとうございます。10位、マーくんさん、ありがとうございます。9位、エンドさん、ありがとうございます。8位、 AEMVN さん、ありがとうございます。今日のラッキーセブンはスエンさんです、ありがとうございます。6位は、にゃんなかさん、ありがとうございます。5位、シンボリーワンダーさん、ありがとうございます。4位、としあっきーさん、ありがとうございます。3位、佐藤さん、ありがとうございます。第2位、スーさん、ありがとうございます。スーさん、ありがとう。第1位は、トーイさんです。ありがとうございます。ありがとう。じゃあ、今日はどこを読もうか。じゃあ、今日は、壇上から1、2、3、4、5列目。5列目の方を読みますね。5列目、私の画面上の方を読みますね。いきます。よっちゃんさん、SAMY さん、チョコさん、ヤマシンさん、AKB 大好き、ひろしさん、台湾イージャーさん、あとはエンドさん、無音さん、シャケさん、ジャンクさん、プーさん、アルミさん、ゲンテさん、タッティさん、松太郎さん、アルペン、お、千歳スクールランキングさんだ。イエーイ、お久しぶりです、ありがとうございます。あと、おー、したたりさん、パンダさん、ケンタンさん、ミスター Z さんでした、ありがとうございます。ありがとうございます。そしてスペシャルゲスト、あ、初見さんが来たよ今。さやちんさん、初見です、来てくださってありがとう。さやちんさんのね、名前とね、さっきのね、テロップのここの絵文字、この絵文字が一緒、ありがとうございます。スペシャルギフトをくれた方の名前言います。シンボリーワンダーさん、マー君さん、シンボリーワンダーさん、マー君さん、シンボリーワンダーさん、マー君さん、社長さん、ウラッチさん、佐藤さん、明日があるささん、マー君さん、ウラッチさん、町達さん、マー君さん、シンボリーワンダーさん、たくさんギフトありがとうございます、ありがとう。さっきと海に行きたい、ぜひ行きましょう。して皆さんもたくさんの星ありがとうございます、星とコメントありがとう、ありがとうございます。ってことで皆さん、さっきの朝の配信はこれで終わりでございます。って言ってことで皆さん、ルームのフォローよろしくお願いします。右上のハートをピンクにしてくれると嬉しいです。ひなたさん、ありがとう。ありがとう。ルームのフォローよろしくお願いします。ルームのフォロー、って言ってる、ありがとう、めっちゃ嬉しい、なんかルンルンルンって感じ、言わした感半端ないけど。ってことで、9時になったので、皆さん、ルームのフォローを忘れずに、よろしくおね、これからも、菅原咲をよろしくお願いします。トイさん、漢字だし、それ。白じゃダメですよ。ここの右上のハートを、白からピンクに変えてくださると、とっても嬉しいでございます。よろしくお願いします。フォロー忘れないでね。
よろしくお願いします。最後にスクショタイム、コラショの時計持っとくわ。イエーイ、クリちゃんもピンク。クリちゃん推しの方と菅原推しの方は同時にハートをここ押してくれると嬉しいです。てことで皆さん今日も一日頑張っていきましょう。てことで、え、コラッシュの持ってる？やった、嬉しい、おそろい。ってことで皆さん今日も一日お互い頑張っていきましょう。てことで皆さん今日も頑張っていきましょうせーの、バイチャー、バイチャ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 ー、バイバーイ。サッキーでした。朝のサッキーでした。ありがとうございます。バイバーイ。